では、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、RS ウイルス感染症、特にワクチンがですね、最近いろいろ出てきていて、まあ、トピックスかなというふうに思ったので、今日のテーマにさせていただきました。で、まあ、草間先生がですね、RS ウイルス感染症のエキスパートと。あんまり知らないです。いえ、ね、はい、あの小児科で、はい、まあ、あの私よりは多分患者さん見てらっしゃると思うので見てきてはいますね、はいはい、今日いろいろ、まあ、コメントいただけたらなと。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに笠原先生はこの成人で診断する機会ってどれぐらいあるんですか？いや、ほとんどないですね。もう5人以下ですね、 RS ウイルスだと確定した成人を見たことがあるのが。それは調べてないからですか？それも、まあ、調べてないからというのが多くの理由でしょうね。ありがとうございます。まあ、入院したらフィルマーレとかでね、調べることもある、まあ、まあ、あるかもしれないですけど、まあ、外来ベースで、外来で経過観察できそうな成人の方に RS ウイルス調べるということはさすがにほとんど、まあ、今まではないので、本当に分母というか、どのぐらいの方が感染しているのかっていうのは、まあ、政治に関してはちょっとわからないところがかなりあるかなと。ありがとうございます。思っています。はい。で、今日、いろいろ資料とかを探してたんですけれど、まあ、ちょうどいい資料がですね、ありまして、それが、厚生科学審議会の予防接種ワクチン分科会予防接種基本方針部会というのがありまして、でちょっと画面を共有して、こちら、今画面共有できてるかと思うんですけれども、URL をチャットにお送りしましょうか。今、URL をですね、チャットにお送りしましたけれども、まあ、こちらがですね、つい直近で、9月4日に第27回が開催されてまして、で、議題がですね、小児における RS ウイルス感染症の予防についてということで、で、まあ、前回が6月、そしてその前が5月で、それぞれ帯状疱疹ワクチンとかですね、オタフク風邪ワクチンとか、小児に対する肺炎球菌ワクチンとかが使われているんですけども、半年前のですね、3月に、RS ウイルス感染症の予防についてというのが扱われていて、で、まあ、この時はですね、議事録もあるということなんですけれども、で、まあ、ちょっと今日はこの資料が非常にまとまっているので、こちらをですね、ご覧いただきながら進めたいと思います。で、まあ、直近、ちょうど1週間前に開催されたこの9月4日の分に関しては、まだ議事録がですね、出てないんですけれども、また議事録が出ればですね、いろいろと分かるかなと思うんですけれども、まあ、さっきこっちのですね、3月14日の方を、まあ、例えば、資料はですね、こんな形で分かれているんですけれども、ウイルス感染症の予防についてというところを見ていただくと、全部で16枚ぐらいの資料があるんですけれども、で今日事前にいろいろご質問いただいている内容の多くはですね、この資料にまとめ、まあ、厚労省が作っている資料にまとめられるかと思います。で、RS ウイルス感染症とはどういうものかということで、最初に概要があるんですけれども、まあ、RS ウイルスですね、R ウイルス、で潜伏期間は2から8日、典型的には4から6日ということで、インフルエンザとか新型コロナとかと比べると少し長めの潜伏期間かなと。で、軽い風邪症状から重い肺炎まで様々だけれど、特に乳児期の早期、生後数週間から数ヶ月、あるいは慢性呼吸器疾患などの基礎疾患を有する高齢者においては肺炎などの下気道感染症に至る場合があると。で、ウイルスに関してはパラミクソウイルス科のニューモバイラス属に分類されるエンベロープを持つ RNA ウイルスであると。で、まあ、あんまり私もですね、RS ウイルスの構造とか、まあ、コロナみたいにですね、スパイクタンパクがどうだとかですね、インフルエンザみたいにノイラミに、まあ、H 何々、N 何々とか、まあ、RS ウイルスにそのタイプとか種類があるとか、そういうことまであんまり考えたことがなかったんですけれども、抗原がですね、主要抗原が F タンパクとフュージョンプロテイン、そして G タンパクですね、アタッチメントグライコプロテインというのがあって、G タンパクの正常の差から2つのサブグループ、RS ウイルスの A、RS ウイルス B に分類されると。まあ、A と B があるということなんですね、RS ウイルスにも。
で、感染経路は飛沫接触感染で、1歳までに50%以上、2歳までにはほぼ100%の児が RS ウイルスに少なくとも1回は感染して、まあ、何度も感染と発病を繰り返すということが書いてあります。で、検査については、抗原迅速検査キットが1歳未満、入院患者、パリピズマブ製剤の適用患者、在宅35週以下の早産児などで保険適用、されていて、それから核酸増幅検査が集中治療が行われた患者に保険適用されているということですね。で、予防と治療。治療に関しては基本的に酸素投与、輸液、呼吸器管理などの支持療法が中心で、予防薬としては F タンパクですね、こちらのフュージョンプロテインの方に対するモノクローナル抗体製剤であるパリミズマブが、在宅28週以下で出生した12ヶ月齢以下の乳幼児等の重症化リスクが高い児を対象に保険適用されていて、RS ウイルス流行開始前から流行期の間、1回 15mg パーキログラムを1ヶ月ごとに緊注することによって、予防効果が期待できるというのがですね、まあ、この3月の時の資料ということになります。続けていいですか？でですね、ワクチンに関してこれまでの経緯ということで、もう20年以上前ですけれど、平成14年4月にモノクローナル抗体製剤パリピズマブが早産児などの RS ウイルス感染症予防について薬事承認をされていて、平成15年10月ですね、RS ウイルス感染症が5類感染症の定点把握対象疾患に追加されて、2013年の10月ですね、第5回研究開発及び生産流通部会において、RS ウイルスワクチンが開発優先度の高いワクチンの一つに定められた。で、12月にはですね、この RS ウイルスワクチンをですね、開発要請を行っていると。で、まあ、それから10年してですね、2023年の9月に60歳以上に対するグラクソ・スミスクライン社の組み換え RS ウイルスワクチンですね、が薬事承認をされて、2024年1月には母子免疫による新生児乳児の予防を目的とするファイザー社の組み換え RS ウイルスワクチンが薬事承認されていると。で、今年の3月には、まあ、以下の事項が了承されたということで、ファイザー社のですね、この組み換え RS ウイルスワクチン、まあ、アブリスボですね、の適用に60歳以上の、まあ、こちらもですね、高齢者に対する適用が追加されているということと、それからですね、さっきパリミズバブという言葉が薬品の出てきてますけれども、まあ、1ヶ月に1回ですね、打たないといけないということで、効果の持続期間が長いモノクローナル抗体製剤である、まあ、次世代型といいますか、ニルセビマブというのがですね、重症化リスクの高い児のほか、生後初回の RS ウイルス流行期のすべての新生児及び乳幼児などを対象とした承認。まあ、さらにですね、このパリピズマブの適用に入っていく。形成などの重症化リスクの高いご疾患を伴う24ヶ月で以下の児追加等々が書かれていて、ちょっとここはですね、今年の3月の資料ということで、もしかすると、今回のですね、9月の資料でちょっとアップデートがありますね。今ご紹介したのはこれ9月の資料ですけど、ここまでのところで、そうですね。今説明してたこの第24回のワクチン評価小委員会というところで、議論が始まってですね。で、母子免疫について疾病負荷というのは一定程度明らかであるけれども、安全性についての情報収集とか、ニルセビバムの扱いが論点となったと。まあ、高齢者への接種については疾病負荷が明らかではないということが論点とされて、まあ、いずれもですね、企業からのヒアリングを含めて各論点について検討を進める方針というのが、まあ、3月に行われました。で、これ9月にですね、9月の資料には、まあ、この後は企業からのヒアリングということだったので、資料にですね、ファイザーさんの提出資料と、それからサノフィーさんの提出資料というのが、まあ、紹介をされています。あと、ぜひですね、私もさっき少し読みましたけれど、3月の時の議事録ですね、こちらに、まあ、例によってですね、細かいその発言がですね、ずっと書かれて、いるので、で、厚労省側のですね、説明と、それから各委員の説明ということで、
実はこの3月の時はですね、時間切れというか、まあ、時間があんまりなかったということで、乳幼児と高齢者をですね、分けて議論しようということになって、まあ、それはまあもちろんそうだと思うんですけれども、乳幼児と高齢者を一旦分けて議論して、まず乳幼児に関して議論をしてくださいということが、その時にですね、言われて、その後ですね、まあ、乳幼児に対する議論というのが行われています。で、まあ、例えば、この検査ですね、RS ウイルス検査の迅速キットとかが保険適用が1歳未満となっているんだけれども、やっぱり過小評価になってるんじゃないかとか、まあ、子供でもですね、小児ですら外来では RS の患者さんもっといらっしゃるんじゃないかとか、で、入院患者さんに関しては、まあ、入院率がですね、ある程度妥当な数字が出てるのかなとか、まあ、入院された方の10%ぐらいの人が人工呼吸器が必要になるということで、やはり重症化のリスクがですね、それなりに高い疾患であるということですね。それから、まあ、母子免疫の方ですね、アブリスボの方に関しては、まあ、安全性に関する情報が、必要で、で、臨床試験はですね、健康な妊婦さんを対象にしたものになっていると思われるけれども、実際ってこう、多胎の方とかですね、妊娠合併症とか、基礎疾患を持っている妊婦さんとか、まあ、そういう妊婦さんにおける安全性の情報というのが、必要になってくるんじゃないかということが、発言としてありまして、それから氏家先生ですね。で、まあ、同様にですね、小児に対する RS ウイルスのインパクトということで、定点報告のですね、サーベランスがあると。で、まあ、乳児を予防するワクチン戦略というのは、この妊婦さんに接種するというのがですね、新しいアプローチで、接種をする人が産婦人科医であると。それから接種を受ける人が妊婦さんということで、まあ、これまでの定期接種などでは実施されたことがないプラクティスになるというところが非常にユニークな点で、まあ、制度化にあたってもですね、これまでやってきたような小児科との委託契約という形ではなくて、産婦人科での接種ということが想定されると。それから妊婦さんというのは、すべての妊婦さんが健康な子供を無事に産むということではないので、安全性の観点で非常にセンシティブ、感度の高いポピュレーションであるということですね。で、ニューイングランドジャーナルにですね、多分9月か8月ぐらいだと思うんですけれども、GSK の開発したワクチンの方はですね、同じように妊婦さんを対象とした臨床試験では、接種群の方でですね、早産の比率が高かったというデータが、まあ、臨床試験が中断を、まあ、アブリスボの方はですね、安全性に有意差がないということで承認されているんだけれども、いろんなポピュレーションでですね、データをしっかりと蓄積していくということが大事かなと。それから、この中和抗体製剤のニルセビマブですね。これも、乳児を予防するための製剤で健康な方、健康な乳児も含めた対象になっているということで、まあ、ここちょっと分かりにくかったんですけど、これまで保険適用で医薬品を補助することが多かったと思うのですが、こういった病原体への暴露歴もなくて、すべてリスク因子がない方を対象とした製剤というのは、を健康保険の対象とするのは、これまでされたことがないと思うので、まあ、どのような体制で制度に組み込んで広く接種するのかということも関わってくるのかなと。で、乳児の予防については、ワクチンと中和抗体製剤、まあ、両方やる必要があるのかとか、どちらがいいのかとか、そういったこともですね、検討課題になってくるんじゃないかなということがあります。まあ、このあたりまで、草間先生、いかがですか？小児科の立場からして、何かコメントとかご意見とか。そうですね。その最後の、健康な人を対象に全員にこうニセリビマブを打っていくっていうのが、その医療経済とかそういうことも含めて結構難しい。まあ、その保険使うのか使わないのかとかっていうことも含めて、まあ、難しい問題で、なんか小児科の間ではそれが結構話題になったりはしてましたね。だからニルセビマブはさっきのこの重症化リスクの高い児だけじゃなくて、すべての新生児と乳幼児に対して、まあ、承認が下りているということなんですね。そうですね。で、パルミズマブの方はそうじゃないということですよね、多分さっパき。ルミズマブは、もう適用がもう全部決まってて、未熟児とか、ダウン症とか、そういう方限定になってますね。実際、こう、ポピュレーションベースに打って、なんか効果がこう上がってるみたいな論文も出てきてるんで、どちらをですか？あとニルズデビマブですね。ベイフォータスの方。そういうなんか論文も出てきてるから、日本でどうするかって結構、早急な
に決めなきゃいけない課題なんだろうなと思いますね。なんか、この議事録の中にね、高齢者の場合は、まあ、要はその、乳幼児小児の場合は、8歳とか10歳とかでも RS ウイルスに感染はするけれども、基本的にはまあ2歳ぐらいまでがピークで、まあ3歳、4歳以降になっていくと、罹患率とか重症化率とかも下がっていそうく。ですね。まあ、かかっても風邪ですね。そのあたりでいくと。はい。咳の強い風邪っていう感じだと思います。だからその子供の場合はとにかくその2年間ぐらいをどう乗り切るかっていうのが大事だ。で、そうですね。特大人にの生場合後。は、まあ、年取れば取るほどその重症化するリスクは高くなっていくので、なんかそのスパンの考え方が結構違うなっていう話があったんですけれど、で、ちょっとこの流行時期、いつ流行しますかみたいな話があって、で、この小児科の定点見ていると、コロナの流行以前は秋冬に流行してたと。まあ、この代けれども、2021年以降は夏に流行のピークが見られているということで、まあ、特にこの黄色のように、まあ、黄色とかこの赤ですね。のように、まあ、ちょうど7月、8月ぐらいに流行しているので、これイメージ的にはやっぱり1年に1回流行しているみたいな感じなんです。ですね、そんなイメージですけど、本当にいつ流行するかが途中から読めなくなってきて、これコロナって書いてあるんですけど、コロナ以前からなんか流行、僕が本当に医者になりたてぐらいの時は、絶対毎年冬に流行してたんですけど、まあ、少し経ったぐらいからずれてきて、もう全然いつ流行るかが読めなくなってきてますね、今は。2022年はちょっと遅くて秋ぐらいだったみたいですけどね。なんか2020年は冬ですね、これ。2021年が、いや、2020はね、もうほとんど真っ平らですね。ほとんど多真っ分平らでコロすナね。で。どちらかというと、なんか冬に出てて、あと全然出てなくて、1週目から10週目に出てて、はい。なんかで、ぐちゃぐちゃなんですよね。そう、ぐちゃぐちゃですね。こ最初は。れ、ごめんなさい、シナジスですね。もともとパルミズマブを打つタイミングが、やっぱすごく難しくて、1月に1回、緊急打ちに来るので、いつから始めるかみたいなのは、もう毎年、なんか、各病院で多分話題になってたと思いますね。大人に関してはあんまりデータがないんですけれど、まあ、理屈からいくと、やっぱりこの子どもの流行から少し遅れて大人が多分流行してるんじゃないかなということで、少しだけ日本のデータとかがあって、それを見てると、やっぱりここ数年は成人の RS ウイルス感染症は夏に増えてるような感じなので。多分こういう流行曲線を見ながら、よく大人の場合は RS ウイルスのワクチン、いつ打てばいいでしょうっていう質問があって、で、結局、まあ、1回打ってどれぐらい効果があるのかとか、その2回目を打つ必要があるのかとか、3回目の打つ必要があるのかっていう話があって、で、この中の資料だったかな、まあ、CDC が、この8月、CDC がこの8月に、そのワクチンのガイドラインをですね、アップデートしていて、それが多分、まず1回打てばいいということになってて、で、なんか、その抗体価とか感染率のデータも、ぼちぼち、各社から出てきてて、1年ごとにちょっとずつ抗体の保有率とか、感染の予防効果とかが落ちてはいくけれども、まあ、2年はいけるだろうみたいな話をメーカーが、さんが言ってたりとか、データが出れたりするのかなという感じがしてて、で、まあ多分3年目ものデータがいよいよ最近出てきてるんですかね。だから、まあ、今、いつ打つんですかって言われたら多分来年の、今打っても多分あんまり流行が夏に終わったばっかりなんで、来年の春先ぐらいに、打って、まあ、そうしたら2年か3年ぐらいは、高齢者に関しては、打つのはそのぐらいのタイミングでいいのかなと。で、その子供のニル何マブでしたっけ、ニルセビマブも、まあ、流行のちょっとぐらい前に打てば何ヶ月か持つという話ですよね、多分。草間先生、ミュートが。ごめんなさい。半年ぐらいは持つはずです。半年持つといはうい。ことですよね。だから、理論的に言えば、2歳まで何とかしたかったら、0歳の時、まあ、何月に生まれるかにもよりますしね、それはね。
ただ、その2歳までとは言いますけど、本当に重症化するのってやっぱり半年ぐらいまでですし、まあ、それこそ生後1ヶ月とかぐらいまでが、まあ、乗り切るべき一番重要な時期なんで、まあ、マターナルワクチンプラス、打ってない人とか、リスクの高い人にプラス、その生まれてすぐこう2セルミマブを打っていくっていう感じになると思うんですけどね。生後1ヶ月までに感染するっていうのはもう割とあんまりまだそんなに出歩かない時期ですよね。そうですね。でもやっぱ重症化してくるのは、やっぱ本当に生まれてすぐとかの子供になりますかね。家庭内感染とかそういうことそうがです多いね。のかね。はい。それって第一子がいるかいないかでやっぱだいぶ変わってくるんでまあそうでしょうね。まあ兄弟からす。結構持ってくるパターンが多いと思うのなるで。ほど。ありがとうございます。それで、そのなんか高齢者施設とかでも打つべきかとかっていう話があるんですけれど、やっぱり高齢者施設で、まあ、持ち込まれたら流行するのかもしれないですけれど、なんかその高齢者施設よりも普段そうやってお孫さんとかと接する機会の多い高齢者の方が感染リスク、まあ、むしろ高いのかなという気もするんですけあど。んまり高齢者施設で RS ウイルスがイメージ、あのアウトブレイクするイメージないですよね。なんとなくですけど。まあ、検アウト査しブレてイなクい来てからかもも、しれませんそう、が。診断できないということもあるのかもしれませんけれど。なんかその集団感染事例っていうのは ISR の2018年のやつに結構こう特集が組まれてて。あ、日本のですね。日本のやつですね。外国のやつはあんまりよくわかんないんですけど。はい、すいません。はい。今ご質問が来ているのは、アップトゥデートを見ると、アブリスボを接種した場合、次の妊娠の際は接種を推奨しないとなっていますが、そのような認識でよいでしょうか。これは私も実はまだ把握してないんですけど、この間の、メーカー説明会ファイザーにやってもらったときは、一応妊娠ごとに打つということに言ってたような気がしますけど、まあ、ただ、ちょっとどのぐらい続くかとかっていうのがわからないっていうところから、なんか政府サイドにやってるような印象を受けますが、すみません、詳しくは知らないです。1週間前にですね、この小委員会に提出されているファイザーさんの資料がありまして、商品の説明だけじゃなくて、一般的なこの RS ウイルス感染症の疫学のデータとか、お母さんへですね、ワクチンを接種して、子どもをですね、守る仕組みだとか、で、臨床研究の結果だとかっていうのが書かれています。まあ、かなり膨大な資料ですね、45ページにわたる資料で。安全情報、それから参考資料ですね。まあ、これが RS ウイルスの F タンパクという構造はこんな構造ですよということで、なんかその融合する前と融合する後で形が変わるんですけれど、そのなんか融合する前の F タンパクに特異的な抗体というのが、まあ、今回の RS ウイルスワクチンの抗体なんだそうです。まあ、なんか次の妊娠の時に接種をしないという理由がどういう理由なのかはよくわからないそうですね。あまりデータもまだないんデータじゃがなないですいかというのね。はあるのでしょうね。あとはさっき言ったように、まあ、臨床研究に含まれたお母さんが基本的に、まあ、基礎疾患のないような妊婦さんとかが対象だったということなので、まあ、そうじゃなかったらどうかわかんないということもある。で、これ妊娠週数によってこの接種期間って決まってるんですか？はい。適用が多分決まっててですね。この辺からいつ打てばいいかってことですかね。まあ、そうそう、例えばもうなんかね、妊娠初期でも打っていいのかとか、やっぱ打ちたいなら早いこと打ちあ、たいでそうすでね。すね。このファイザー、このアブリスボに関しては、一応妊娠24から36週に打つけれども、まあ、より望ましいのは28から36週なるというほことど。になってますね。妊娠って基本40週が満期ですよね。はい。例えば36週を超えるとやっぱ難しいですって。超えた場合、1抗体ができても子供に移行しないんですかね、もいや、おそらく、まあ、37週くらいう。からやっぱり正規さんとして出てきちゃうので、36週超えると間に合わなくなるっていう話だと思うんですよね。まあ、別に40週に出る分には多分間に合うんだと思います。ありがとうございます。打てる期間はこうだけど、効果が高いのは28から36週だということですね。なるほど。Q&A の方には、やはり、まあ、そういうデータがないから推奨されないということが書かれています。今、私もはい。アップデートの方をチェックしました。はい、書いてありました。りがとうございます。で、とりあえずですね、まあ、この資料のご紹介をさせていただきます
と、アレックスビーですね。グラクソさんのアレックスビーの方は、高齢者のみが対象で、まあ、60歳以上の方にですね、筋肉内接種になっていて、まあ、ファイザーのアブリスボの方は、妊婦さんへのですね、今言ったその妊娠24から36週の間、まあ、より有効果が高いのは28から36週の間。で、あと、まあ、高齢者ですね、アレックスビーと同じように、60歳以上の方にですね、対しても、まあ、認められているということで、まあ、これが薬事承認の状況であると。で、疾病負荷に関しては、まあ、いろいろデータが、あってですね、入院の感染が生後6から11ヶ月で10万人年、1歳で違うな、10万人、1000、10万人ですね。で、7万人年。入院が生後6ヶ月未満で、年間に3万5千人。そんなにいらっしゃるんですかね。そんな感覚です。生後6から10ヶ月で、1万8千人。で、入院患者4500例で人工呼吸器を使う割合、さっき申し上げたように、まあ、10%前後ぐらいあって、まあ、ただ死亡はゼロということになってますね。これは日本ではなくあ、いや、日本ですね。でこすの、ね。日本のレセプトデータを使った。まあ、死亡ゼロっていうのは日本だからっていうのは大きいと思いますね。多分。なるほど。それはどういうことですか？外国だと、やっぱりその、アクセスがいいからと。そうですね、まあ、妊婦の差で受診が遅れたりとかっていうことがあって、亡くなる方いるでしょうけど、はい。まあ、疾病負荷ですね。まあ、子供に関する疾病負荷はある程度はっきりしているという認識でよろしいですかね。そうですね、まあ、小児科にとっては、まあ、小児科で RS ウイルス感染症を見たことない人いないと思うので。そのぐらいメジャーなウイルスなんで、まあ、大体データ、疫学データもあるんじゃないですかね。でですね、一応その高齢者における疾病負荷というのがあって、で、日本でもですね、わずかながらデータがいくつかあるんですね。で、一つですね、日本での前向きコホート試験があって、で、65歳以上の高齢者1000人を、まあ、1年間観察するとですね、24人が RS ウイルス感染症ということなんで、まあ、コホート1000人観察したうちの24人が RS ウイルス感染症。で、そのうち入院したのはですね、1人。ということで、まあ、21分の4に、24ということで、まあ、4.2%が入院して、まあ、死亡や ICU の入室はなかったっていうのが一つと、それからですね、全国4病院の前向きサーベイランス研究というのがありまして、これは、肺炎のですね、15歳以上の肺炎の患者さん2617人を対象に、PCR を用いた検査をするとですね、大体 RS ウイルスが3.8から5%ぐらいを占めたということで、海外の他の研究を見ててもですね、大体肺炎、市中肺炎患者さんの5%前後ぐらいが RS ウイルスなんじゃないかというデータが多かったですね。なんで、まあ、はい、感覚的には肺炎患者さんが見たら、まあ、5%ぐらいが RS なのかなということなんですけど、で、その大人に関してのですね、ちょっと流れてすいませんけれど、大人に関する疾病負荷で、ちょっと子どもと少し違うのかもしれませんけれど、大人の場合はですね、やっぱり基礎疾患の悪化とか、ADL の低下とかですね、まあ、コロナでもよくしばしば言われていることですけれども、直接的なこの肺炎の重症化とか死亡以外の、あ、そうですね。なんか確か、その、心疾患とかがあるとですね、それが悪くなるとか、冠動脈疾患がこう入院中に出るとか、まあ、そんなデータがたくさんあって、で、まあそこまでいったその疾病負荷っていうことになると、まあなかなかまだ十分に評価できてないよねということが言われているので、まあ、高齢者に関しては、そこまでちょっと考える必要があるのかなと。で、まあデータはあんまり日本ではないのかな。子供はあんまりそれがこう長引いて後遺症とかっていうのはない。結構ですね、その喘息用の症状ああ、が長引いたりする子はいますが、まあ、それが致命的になったりする子はいないですね。まあ、そういうその RS ウイルス関連のその後遺症で、ぜいぜいが長引く子も、まあ、数年すると治るっていうのは言われてますんで、すごい大きな問題になってないと思います。なんか喘息の話はこの議事録でもありましたね。岡田先生
が、確か九州の方の岡田先生だと思うんですけれど、とパリミズバブを注射したこと、注射してない子を10年ぐらいおった研究で、パリミズバブを注射した子がですね、その注射してない子と比べると、気管支喘息の発症率は優位に低くて、就学前ぐらいまではそれが持つけれども、10年ぐらい経ってくるとほとんど差がなくなるという論文が、日本からまあ3つぐらい出ているということが書かれてましたね。まあ、今、草間先生おっしゃったように、重症感染症後に喘息用の症状が持続したりして、まあ、それが疾病負荷に含まれるんじゃないかと。まあ、でも、そういうデータがですね、持ち合わせておりませんということを。まあ、これも、だから、パリミズバムを打った方の研究であって、まあ、RS ウイルスに感染した人がどうかという研究ではないんですけれど、はい。疾病負荷に関するですね、ご質問が事前にいくつかあったと思うんですけれども、こちらの資料の方、9月の資料の方でかなり網羅されているかなと思いました。で、まあ、論点のまとめに関しては今ありました通りですけれど、なんかまあこれ見てて改めて思ったんですけれど、やっぱり国としてですね、2013年の段階で開発優先度が高いワクチンですよと言って、まあ、ワクチン作ってくださいねと要請を行っている以上、まあ、なんかね、ワクチンできてからあんまりいらなかったですとかっていうのはおかしな流れかなと。やっぱり、ないね、なんか、できてしまって、やっぱり、そんなに重要じゃありませんでしたっていう話にはなりにくいのかな、という感じがしています。まあ、論点ですね。乳幼児においては、今申し上げたようにですね、RS ウイルス感染症の疾病負荷に対して、現在得られている知見をどう考えるかとか、定期接種化していく上で不足している知見はあるかとかですね。それから有効性、安全性に関して、まあ、企業ヒアリングとか、必要な情報収集を行ってはどうかとか、から、まあ、母子免疫の予防接種を広く行うためには、特に安全性に関わる情報提供を行うことが必要だと。まあ、どういうふうに情報提供していくといいかということですね。で、あと、まあ、母子免疫のこの RS ウイルスワクチンを定期接種化した場合に、適正な実施の確保のための副反応疑い報告とか、健康被害の救済のあり方とか、そういった制度上の論点が、まあ、あまり今までですね、存在しなかった接種形態なので、それがまあ論点になるんじゃないかとか、それから抗体製剤ですね、先ほどの抗体製剤に関しても、まあ、ワクチンと投与の目的とか効果が類似しているので、有効性、安全性、費用対効果についての検討がですね、必要ではないかというのが、まあ、乳幼児における論点で、高齢者における論点は同様にですね、疾病負荷について、どういうふうに考えるか、まあ、定期接種化もですね、検討していく上で不足している知見があるかということが資料になっていました。はい、大体この9月の時、あ、これ3月かな、3月の時の資料で、まあ、それを踏まえた、この9月の、まあ、さっきの同じ資料ですね、これ、まあ、その論点があって、今回議論されたということです。ただ先で生、ちょっと変な質問するんですけど、これって妊婦さんに打つ場合って、これは抗体が胎盤移行するので子供がかかりにくいっていう考えなんですか？佐野先生、いかがでしょうか。それでいいと思います。ああ、なるほど。まあ、例えば、ワクチンを打った妊婦って、まあ、子供が生まれる頃は、本人の抗体価が一応高いので、まあ、例えば、その外に行った時の RS ウイルスの暴露があっても、こう、発症しにくくて、そのウイルス量がすごく少ないんで、まあ、例えば、耳に感染しにくいっていうのも含まれるってことですか？あまりなんかそういうところを、あんまり、僕もちょっとよくわかんないですけど。そうですね、母親経由で移ってくるっていうルートがどのぐらいあるかはちょっとわからないですけれども、まあ、間接的にそういう効果あるのかもしれないですね。ただ、まあ、メインはやっぱり移行抗体なんだと思いますけどね。例えば赤ちゃんで、まあ、生後6ヶ月の赤ちゃんで減ると、まあ、それにつられて同胞の感染が減った場合に、まあ、最終的に高齢者が、少しずつ減っていくっていうパターンってやっぱ出てくるんです。まあ、そういう、まあ、いわゆるそのハードイミュニティみたいな効果はあるでしょうね。あるとな思るいほまどす。ね。はい。ありがとうございます。はい。あとちょっと私がいくつか持ってる資料があるんですけれど、まあ、ちょっとウイルス学的なところで、なんか、このウイルス学の分類で、RS ウイルスがどこにあるのかという、そこです。ヒューマン RS ウイルスってやつですかね。ヒューマン RS ウイルス。赤いとこです。赤いとこの。そうです。オルソニウムウイルスですね。ニューモビリア。あ、はい。ごめんなさい。
なんか、ヘトメタニューモウイルスとすごく近いところに HMPV ですね。なんか、ヘトメタニューモウイルスは、大人だってやっぱ RS ウイルスとよく似た、細気管支炎症状のようなものを呈するんですけど。で、まあ僕はどっちかというと、高齢者施設でのヒトメタニューモウイルスのアウトブレイクな、しかもなんか5月ぐらいに多いんですね。まあ今までは5月ぐらいに多いということが言われていて、子供ではどうなんですかね、ヒトまあ、メタ。そうですね、まあ、春先、まあ、少し RS、まあ、RS ウイルスの季節がなんかもう今めちゃくちゃですけど、春先ぐらいに多くて、あと RS ウイルスよりはちょっと高年齢で流行るというイメージですかね。症状はやっぱりあまり変わらないと思います、RS ウイルスと。RS の方がたちが悪い。そうですね、まあ、ちっちゃい子にかかる分、たちが悪いっていうイメージはありますね。そうですね。まあ、ちょっとコロナで変異がですね、どんどんして、そのワクチンとか治療薬の効果がどうなんだっていうのがあって、じゃあ RS ウイルスは変異とかしないのかなっていうふうに思って、ちょっと調べたことがあるんですけれど、RS ウイルスもやっぱりこれは今年のネイチャーコミュニケーションに載ってた論文からですけれど、やっぱりこのニルゼビマブとかのですね、結合部位とか、パリビズマブの結合部位とか、そういう結合部位の変異というのが、まあ、あるのはあるそうで、もしかしたらね、今後、ワクチンとか、こういう薬が使われるようになっていくと、変異株とかっていうのが問題になってきたりする可能性もあるんじゃないかなと思いました。あとは、まあ、なんかそのね、RS ウイルスには A と B があるとか、まあ、そういうのも全然ちょっと知らなかったですけど。A と B の流行って少しずつ違うんですね、これって確か。違いましたっけ？流行ですか？ A と B ってこう交互に流行するとかなんかそういうのあるんですか？なんかこれはね、今年の6月ぐらいのアメリカの流行ですけど、これ結構もうなんか一緒に流行してますね。もう、そう黄で色すが、ね。はい。なんか同時になってるイメージですけど、なんかインフルエンザみたいに検査もできないですし、分ける意義もあんまりないので、まあ、A の方が重症になるっていうのはよく言うんですけど、まあ、意識してる小児科医ほとんどいないと思いますね。A か B か。はい。不思議ですね、なんか。なんでインフルエンザは意識してて、RS は意識してないのかわからないんですが。とか、まあ、流行時期もね、ほとんど、まあ、A が先とか B が先とかっていうわけでも、この論文だけ見てると、なんか本当に同時に流行してるんだなとあんまり気思にいしたまことす。ないですね。はい。まあ、気にしたこともないし、聞いたこともなかったでしょ？ 一応そういうタイプがあるってことは、多分小児科医はなんとなく聞いたことがあるぐらいだと思うんですけどね。そうですね。まあ、私が今パッとお出しできるような資料は大体そんなところかなと思うんですけれども、なんか質問がいろいろありましたけ質問来ど、てましたね。はい。どうでしょう？どれか、いや、でも質問はね、感染対策の質問がね、よく来てました。RS ウイルスって感染対策って多分、なんか、ちょっとインフルエンザに比べると難しいような気がするんですけど、何か、玉先生ありますか？いや、まあ、一つは、まあ、インフルエンザよりも、おそらくその流行、かかりやすい、伝播しやすいっていうのはあると思うんですけど、あとは、やっぱり、ちっちゃい子がかかるので、まあ、感染対策がうまくできない。で、かつ、なんか、鼻中とか、飛沫だけじゃなくて、そういう量が多いので、多分、まあ、体液が、飛沫だけじゃなくて、こう、接触から体液が感染していくっていうルートが多いから接触するっていうようなイメージだと思います。ウイルスって潜伏期間って長いんでいや、5日、4、5日だと思うんですけどね。す。インフルエンザよりちょっと長い。ちょっと長いかなと思います。自然にウイルス排泄してて、例えば保育所とかで、ちっちゃい子って遊具を舐めるじゃないですか、食べたり。そういうところでこう感染しやすくなる、まあ、接触もそうですけど。あるでしょうね、それは。なんか病院のね、流行期の病院の外来とかに、なんかこうおもちゃ置いて、なんかスペースみたいなとこあるじゃないですか。ああいうのってね、なんかよくラウンドで感染対策どうするのっていう話はあったんですけど、おもちゃ全部直すのもちょっとまたね、あれなんですけまあ、急性疾患のある場合はあんまり、まあ、特に RS だとそこには入れないことが多いと思いますけどああ、なね。るほど。はい。まあ、分かってない人なんかが持っていっちゃうことはあるかもしれないですね。そうですね。でもまあ、その市中の方って、例えば RS ウイルスが今流行ってるとかっていうのは、ニュースとかでは見ると思うんですけど、まあ、その医療従事者で感染対策やってる人よりは、ちょっとこう、なんていうんですかね、センサーっていうか、認知が悪いので、
まあ、例えばね、街中行って、ボールがいっぱいあるところにこう子供飛び込ませて、あと買い物して待ってるとかっていうとね、やっぱり感染リスクあるのかなっていうふうに、ちょっと。そうですね。ただ、まあ、やっぱ2歳超えると、ほぼ風邪になってくるんで、そこまですごい、こう、疾病負荷があるわけじゃないっていうのはあるかもしれないですね。どそれちらかと、は、あれですか、2回目の感染、2回目以降の感染にっなているうと。のもあると思いますね。はい。初回の方が重症化するっていうのは、いっぱいデータがあると思う。あと、やっぱあその、と、子供を見てて、親も RS に感染してるのはこれは、みたいな時ってあるんですか？ありますね。なんか鼻水出てるな、みたいな。なるほど。まあ、でも、全然あれですか、なんか、家族でコロナに感染したみたいな、重症感っていうのは、大人の。全然違いますね、やっぱり。はい。まあ、5、6歳ぐらいまで、細気管支炎がやっぱり特徴的で、一番、まあ、呼吸器装着とかにつながる厄介なその病態ですけど、それが起こるのは、まあ、せいぜい半年ぐらいまで。で、肺炎が4、5歳ぐらいまであるかないかっていう感じですかね。それ以降はもうほとんど多分、RS 入院する、まあ、よほどもともと基礎疾患があってとかっていうことがなければ、そんなにないと思いますね。基本的にはその上気道感染がメインなんですよね、これって。そうですね。まあ、気管支炎までです関か心ね、おは。そらく。はい。なので、まあ、例えば罹患した場合っていうのが、まあ、今まで皆さんコロナで感染対策やってきたようなことをしていけば、まあ、感染がある程度こう防ぎ得るっていうことですか。そうですね。はい、わそうか思りいまます。す。ありがとうございまあ、実際コロナの時は全然いなかったですからね、RS ウイルス。ます。ああ、やっぱそうですよね。まあ、その後で、やっぱ免疫負債みたいな質問にもありましたけど、があって、まあ、重症化もしやすくなったし、罹患年齢も少し高齢っていうとあれですけど、ちょっと年齢が上になったっていうようなことは言われてましたね。また話がする、このワクチンって高いんでしたっけ、笠原先生。ワクチンの値段は、いくらでしたかね、まあ、何万円か、確か、それなりの値段だったと思いますけれど。RXV よりアグリスボの方が高いんですよね、値段が。アレックス B が多分、そうですね、2万何千円とか、そうです。2で、万多5分、千円。アグリスボが3万ぐらいなので、どっちを打つかに関わってきます。今回ちょっと質問にも来てるんですけれど、まあ、妊婦さんとか高齢者の方に RS ウイルスワクチンの接種を、まあ、お勧めするとしたら、まあ、どんなふうな方にお勧めしたらいいかとか、どういうお勧めの仕方がいいかとかいうことなんですけど、いかがでしょう。まだ個人的にあんまり妊婦さんと関わる機会もなくて、進めるところまでは行ってないですけど、響くのはおそらく、その2人目以降の妊娠で前の子が重症になったとか、そういう方たちは多分打ちた気持ちになると思うんですよね。まあ、何もない方がどうかって言われると、まあ、イメージが湧かないと打ちたいとはならなそうな気がしますけどね、そこをどう持っていくかは結構難しいですかね。ただ RS ウイルスワクチンをこう妊婦でうまくいくと、その後の百日ぜきとか、あとまあ GBS とか、そういうところにつながっていくと思うんで、まあ、結構大事な話かなとも思います。ワクチンってね、どういうきっかけで打とうかなっていうのがあるんです。例えば、テレビ見てても、なんかこう、CM やってるわけじゃないじゃないですか。意外にこの妊婦さんのなんかこう、口コミで、なんか接種してみたいなっていう人がなんか結構多いっていう話は聞いたんですけど、きっかけってなんかあるんですどうですかね。まあ、今だと SNS とかで知る機会があるのかもしれませんが、あんまり CM してないですもんね、そんな積極的に。いや、そうなんです。CM はしてないんですけど、あんまり今テレ日、ビ見ないですけはい、ど。質問にもありますけど、なんかワクチン打ちましたとかね、やっぱりこういう話があるんで、まあ、それより、まあ、例えば成人であれば肺炎球菌打ってほしいとか、まあ、例えばコロナの話もありますけど、コロナも一緒ぐらいの値段ですよね、今。なので、ね、コロナ流行期やったらまあコロナ打った方がいいとか、なんか結構いろいろあると思うんですけど、なかなかコロナの接種率が最初上がらなかったっていう終わりには、RS ウイルスの接種希望の人が、まあ少しずつ、宣伝もしてないので少しずつ出てきてるって話はなんかあったんで、いや、ちょっと SNS とかすごいなと思って聞いてた。なんか、アグリスボに関しては、メーカーの、ね、方とかに聞くと、いや、それが結構売ってもらってるんですよ、みたいな話は、エピソードとかとしてはね、言われますけど、まあ、実際でも、まあ、何パーセントぐらい打たれてるかとか、まあ、打たれてるって言っても、まあ、どれぐらい打たれてるのかっていう実態はあんまり見えてはこないんですけれど、なんか、一つは、
やっぱり、なんていうんですかね。まあ、自分のためではなくて赤ちゃんっていうかね、子供のために打つんだっていうコンセプトみたいなのが、まあ一つあって、それから、まあ、RS に関しては、まあ、やっぱりそれなりにメジャーではないけれども知られている。で、特に、ある程度、まあ、その妊婦さんとか、まあ、もちろんね、2人目、3人目の子供を持たれてる方だったら、まあ、RS 聞いたことないわっていう人は、割と少ないし、まあ、結構ね、で、妊婦さんの情報源は SNS もそうかもしれませんけど、やっぱりママ友とかね、今、細川先生に書いてもらってますけど、玉ひよって書いてます。妊婦雑誌とか、まあ、そういうところで、ある程度、そういう感じで、まあ、割と知るチャンスも実際はもしかしたらあるのかもしれないし、まあ、コンセプト的にも、まあ、なんか、売ってあげたくなる、売ってあげようと思う、情報さえ入れば。で、あとは、やっぱりちょっとコロナのワクチンの影響で、ワクチン忌避というか、今までみたいなコマーシャルをしたらとか、SNS で大々的になんかその俳優さんを使ってやっても、下手すると、こう、反感を買ったり、炎上したりするということも、ファイザーさんも多分思っていて、聞いてはいないですけれど、何かしらその慎重な販売戦略を取っているのか、もしかしたらよりしたたかに何かを考えて、広告をしているのか、ちょっとわかんないですけれど、多分、そんなこと、まあ、テレビでやっても、費用対効果がね、別にその見てる人の中に妊婦さんがたくさんいるわけじゃないだろうし、そうですね。HPV ワクチンも、なんかよくアンケート調査すると、やっぱり信頼できる医療者からの情報提供が一番効果があるとかって言ってて、で、ちょっと話ずれますけど、この間、海外から来た人の旅行者が病気したときに、日本でどの病院受診しますかってなったときに、なんか僕らはその SNS とかネットで検索して、英語のホームページのあるところを受診するんじゃないですかとかって言ってたんですけれど、なんかその、受診してほしい病院が、外国人の観光者が泊まるホテルに営業をかけるらしいんですね。そうすると、なんか、宿泊しているホテルで、調子悪いねんけどってフロントに聞いたら、フロントの人が病院を紹介してくれるっていうので、やっぱ産婦人科医とかに啓発するメーカーとしては、産婦人科医とかに啓発するのが一番費用対効果がいいんじゃないかなっていう気がするので、まあ、そうしてはんのかもしれませんね。産婦人科医からこう、産婦人科行きますからね、やっぱ妊婦さんはね、必ずね。ほぼ100%産婦人科に行って、そこでこんなワクチンがあるよって勧められたら、なんか、まあ、打つ人が多いっていうのも納得できますけどね。そうですね。広くというよりターゲットを絞って必要な人にこう打っていくっていうパターンの方がよりいいってことですかね。そうですね。HPV とかよりも、よりなんかその接種期間もかなりそのスペシフィックですし、なんか割とこう情報提供もしやすいし、接種もその仕組みが整えばしやすい。なんかその、もうある程度パスじゃないけどね、それに乗っ取って、はい、ワクチンですよ、みたいな感じで打ってもらうことができるかもしれないですよね。ちなみに妊婦さんは産婦人科じゃないと打てないとか、そんなもないんですよね。だから多分そんなことないけど、まあ、産婦人科でなんとか週検診の時に言って打ちに来るとかっていう、そういう仕組み作るのが多分一番確実じゃないですかね。なるほどね。そうか。細川先生おっしゃってるように、ワクチン外来で打つとね、感染症科のこう収益にもつながりますしね。奈良医大はなんかどこで打つとかああ、いね。やいや、だからやっぱうちも産科に多分声がかかってると思いますけど、まあね、通常妊娠もまあ見てはいきますけれど、多分お産の数が多いのかっていうのはよく知られてるでしょうから、そこに営業に行ってるんじゃないでしょうし、まあ産科医会とかもね、都道府県でありますから、まあそこでやって、うまくいけばね、なんか、あそこでは進めてるけど、うちは進められへんかったわとか、なんかそういう話になっていくと、より、そうですけど。ちょっと、あまり、やっぱりその僕もコロナの件で抵抗が強いのかなと思ったんですけど、そういう意味では、やりやすい面もありそうですね、坂さん先生の言う通り。そうか。質問の中に、なんか、シナ自主投与回数の都道府県格差があって、そんな分かるんですかね？どこの都道府県がシナ自主投与回数多いとか少ないとか、なんでそんな格差があるんですかっていう質問なんですけど。流行をいつに置くかみたいなところで、このぐらいから打ちましょうっていうのは結構各自治体とかで異なっていて、まあ、それで多分差が出るってことだと思うんですけど。
まあ、ベイフォータスになったらそういうことはあんまり気にしなくてよくなるのかもしれませんが。ベイフォータス先生、どうなると思われますか？いやー、どうですかね。でも、アグレスも打ってて、さらにベイフォータスも打つっていうのは、さすがにやりすぎという。今のところは推奨されてないですね。アメリカ小児科学会とかも、それは、その重症な人に限ってはそれがありだけど、普通の人はさすがにやらない。ワクチン打ってれば、ベイフォータスは打たないっていうスタンスだと思います。だったと思います。あれ、ベイフォータスって、抗体製剤。そうです、モノクローナル抗体ですね。コロナのなんかワクチンを打って、ロナプリーブを打つみたいな、なんかそんな話もありましたよね。ワクチンを打ってすぐロナプリーブを投与していいのかみたいな。まあ、それに近いものがあるかもしれないですね。複 雑ですね。でもどっちかというと、多分ワクチンの方を進めていって、ワクチンから漏れた人をモノクローナル抗体でそう救っでていすくようなね。戦略になるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、それで製品の周知が進めば、高齢者の方も進むというああ、戦な略るをほもしど。かしたら F 社さんは練っておられるのあかと、あとね、これ、母親を打った場合の、なんかその母子手帳のこう書き方ってなんか、これは、母子手帳の中に予防接種のなんか記録って書くんでしたっけ？子供の。母子手帳には、子供のワクチンも、そうですね、子供、ワクチンは子供の欄があるから、多分そこに書くことになるのか、まあ、新たな欄を作るかもしれませんけれども、自治体レベルで多分作ってると思うんで、多分自治体によっても違います。なんかお母さんのワクチン歴の中に、まあ、こういうのを打ちましたっていうのを、少し載せといた方がいいのか、まだ決まってないですね、そういう話は。そうですね。まあ、母体情報も書くところはいっぱいあるので、そのうちのどこかに書くことになるんでしょうね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしたらですね、もうそろそろ、時間ではあょうどるん時で間ですすね。けれども、まあ、一応、まあ、ちょっと多分調べれば出てくると思うんですけれども、まあ、それぞれですね、どういう効果があるかということで、先進性、アブリスボの臨床研究では、アブリスボ投与群ですね、3495人のうち、まあ、生後90日以内に RSV が陽性になった人がまあ6人0.2%であるのに対して、プラセボが33人0.9%。まあ、ワクチンの有効性が生後90日以内の81.8%とかですね、そういうようなデータが出ています。これが乳児の方ですね。で、あ、そっか、これは9月のデータで、まあ、もう一個のですね、まあ、この9月は小児が対象だったんですけれども、もう一で、まあ、高齢者に対する有効性もですね、アブリスボに関しても、アレックスビーに関しても、まあ、大体ですね、80%前後ぐらいの有効性が報告されているということで、まあ、大体そのワクチンの有効性というのはそのぐらいだということで、まあ、メーカーさんのですね、説明とかも出てくると思うんですけれど、で最近まあ2年目、3年目、最初に冒頭に言ったようにですね、2年目、3年目のデータも出てきていますということなので、まあ、またこれからですね、いろんな情報が出てくると思いますし、まあ、国も今このようにですね、定期接種なども踏まえてですね、議論を行っているということなので、また新しい情報が出てきたらですね、よもやま話の方でも取り上げたいと思っております。ぜひまはたい。読んでください。で、奥様先生、今日はどうもありがとうございましありがとうごた。ざいでましした。た。はありがとうございました。い。また、終了しましたら、アンケート出てきますので、何か一言書き込んでいただけますと幸いです。来週と再来週はですね、ちょっと私の都合もありまして、お休みとさせていただきまして、来週、再来週、その次によろしくお願いします。そして、明日は山本先生がですね、忘れてた。グラムアイの、そうですね、グラムアイの、今で600人ぐらいですね。素晴らしいですね、ありますので、またそちらの方もよろしくお願いします。では、どうもありがとうございました。あ、あ先生、りがとうございました。最後に来週で2周年なんですね。あ、そうですね。そうなんででもす。ないんですね。また10月2日とかね、また何か考えたいなと思います。どうもありがとうございました。あありがとうございました。りがとうございました。